はい、もちもち TV のもちです。本日4月10日は、スターバックスが浜松城の前にオープンするということで、まあ、スターバックスコーヒー浜松城公園店のオープンの日なんですね。まあ、グランドオープンということで、まあ、プレオープンみたいのはやってたらしいんですけど、全部のメニューを揃えたグランドオープンが4月10日の本日ということで、今からどんな感じか行ってみたいと思います。はい、今朝の8時をちょっと過ぎたとこなんですが、この辺は全然まだ誰も人がいませんね。市役所の横あたりです。やめんとこって、まだ会社行って、おい、こいつら。おいだな、バカったら、お前25万ぐらいもな、よくやめたっぱだぞ。で、もう一人辞めるって、辞めるって言ったら、何もないんだよ、バカに。1万6000円ぐらいかかるわ。1000円高いから、まあしょうがない。まあ、どっこも行けへんでな。エラでって言っても殺されちゃうもんね、時間はいいわ。なあ、わからんもんな、お前言っても殺されちゃうからじゃあへん。で、1000もらうんじゃん。お前、こっちなって、あれじゃん。あら、今もって死刑だよな。うん、死刑になっちゃった、あいつは売り切れは。死ぬ死刑だから、あんたあいつが死刑しちゃうだろ。ひどいやろな、ほんとに。たまってもじゃない、それで資金されちゃうな。4兆5000億円出すって言うと、公募一石4兆5000億円ぐらい。はい、なあ、高い。うくらせんじゃん、はい、な。遊んどるだもんじゃん、ね。うくらせんじゃん。あいつはちょっと作ったのか。うん、中心部だったら、うだうだ作ったの。一石買ったじゃん。あ、いえいえ。はい、帰ってきました。オープンが朝の8時からということで、それで朝の8時半ぐらいに行ったんですけど、それでも結構行列ができてて、まあ外まで行列ってわけじゃないんですけど、まあ中で行列ができてて、で、並んでから注文するまでに、まあ10分ぐらいかかりましたね。で、注文してから商品が出てくるまでに、まあ5分ぐらいかかって、で、それ飲んでたんですけど、謎のおじさんに結構話しかけられて、謎のおじさんが結構ずっと話しかけてきて、で、僕はアイスムースフォームラテっていうのを頼んで、それを飲んでたんですけど、まあそれは美味しかったんですけど、それを飲み始めて2、3分したら、そのおじさんがずっと話しかけてきて、まあ15分、20分くらいですかね。それでずっと話に付き合ってあげて、まあ僕はうなずいたりしてるだけなんですけど、まあスタバにいた時間の半分くらいの時間はそのおじさんと会話してたってことになりますね。でもスタバ自体はすごいおしゃれな建物で、浜松城公園の雰囲気とマッチしてて、で結構これから人が来るんじゃないかなって思いますね。まあできれば桜のお花見の時期にオープンしてたら、すごい人来たんじゃないかなって思うんですけど、まあそれは来年ということで、で浜松城公園の駐車場のほぼ真ん前に店があるんで、で駐車場は結構広いんで、車で行く人にもまあまあ向いてるんじゃないかなって思いました。まあ今回は中が満席で、僕は外の席で座って飲んでたんですけど、次行った時は中でゆっくり飲んでみたいと思いました。はい、以上もちもち TV でした。